というわけで、その書をぜひ参考にしたいと思うんだけど、どうだい？竹林でリンボーダンスか。今回のシーンには確かに合うかもしれんが、もはやコントに片足を突っ込んでいるというか。もうこんな時間か。昼休みが終わってしまうぞ。ああ、もう戻らなくてはね。次の授業は確か全クラスロングホームルームだ。うちのクラスもお前のクラスも修学旅行の話をするはずだぞ。おや、どうしてもうホームルームの内容を知っているんだい？俺は学級委員だからな。先生から前もって修学旅行の話し合いをすると聞いていたのだ。ああ、なるほど、そういうことか。しかし、修学旅行の話し合いか。早く終わるといいんだけれどね。せっかくの修学旅行だというのに楽しみじゃないのか？そうだね。普段足を運ばないような場所へ行けるし、興味がないということはないけれど、修学旅行の最中にショーをすると怒られるだろうし、宿泊先で小道具を作っていても怒られるだろうからね。なんとなく想像はしていたが、お前は本当にそのいつでもショーを愛する心は尊敬するが、たまにはそれ以外のことも楽しんでみたらどうだ。高校での修学旅行は人生でもう二度とないイベント、いわば一回きりの公演だ。一回きりの公演ね。ああ、そう思えば少しは興味が湧くというもの。はっ、まずい、このままでは遅刻してしまう。戻るぞ、ルイ。ああ、しかし修学旅行に興味か。確かに体育祭も参加をしてみたら楽しかったけれど、果たして今回はどうだろうね。うむ、行き先は京都で2泊3日か。1日目と3日目が班行動で、2日目が自由行動。まあよくある形のような気がするね。4人組の班。さっき聞いた限りだと班のメンバーとは行動も部屋もほとんど一緒になるようだ。となると、やっぱりみんな組む相手がいるようだね。僕も体育祭以来話せるクラスメイトは増えてきたけれど、さすがに修学旅行で僕と組もうとするような物好きは。君は確か。いや、そんなことはないけれど、どうして僕に？僕と話を？あそこにいる二人が。なんだか
とても賑やかだね。いや、誘ってもらえて嬉しいよ。そういうことなら、ぜひ君たちの班に入れてもらいたいな。まさか僕と組みたいと言ってくれる人がいるとは。なんだか不思議な感じがするね。そっちも終わったか？やあ、司くん、待たせたね。それじゃあ、みんなでワンダーステージに。おや？ネネはいないのかい？なあ、ついさっき連絡が来た。先生に用事を頼まれたから、先に行っていてくれとな。それはそうと、修学旅行の話し合いはどうだったんだ？うちは半決めまで行ったが。うん、僕たちの方も班が決まったよ。なんとクラスメイトに誘われたんだ。この機会に仲良くなれたら嬉しいと言ってもらえてね。何？そうなのか？おや、そんなに驚くところかな。いや特に深い意味はないぞ。ただ俺は前に聞いたお前のあだ名が爆破のマッドサイエンティストだったから、班に誘うような人物が現れると想像していなかっただけで。まったく、それはひどいあだ名だね。僕はただの演出家だっていうのに。いや、学校で爆破実験をするのはただの演出家ではないと思うが。だが、よかったな、ルイ。この修学旅行で友人らと存分に仲を深めるといい。そこまで気合を入れるようなことでもないと思うけれど、でもまあ楽しもうと思うよ。うん、その心がけだな。あ、そうだ、2日目の自由行動はどうするか決めているか？ん？特に決めていないけれど。そうか、ならば俺と一緒に回るのはどうだ？2日目はクラスに縛られず行動できるだろう。ぜひともルイと見たいものがあってな。僕と見たいものかい？ああ、百鬼夜行パレードというものだ。場所は京都の中心部から少し離れるが、うん、このサイトが分かりやすいな。このように妖怪の仮装をした人たちが練り歩く姿が見られるらしいのだ。誰でも参加できる妖怪仮装行列。確かにこれはなかなか興味深いね。だろう？参加者の衣装のクオリティも高い上に、プロも参加をするようでな。ショーの役に立つかもしれん。いつも僕のことばかり言うけど、君も立派なショーフリークだね。でも、面白そうだね。いいんじゃないかな。よし、では、2日目はこれに決まりだな。それともう一つ行きたい場所がある。パレードの前にはそこに行かなくてはな。どこだい？ズバリ清水の舞台だ。ああ、世界遺産として有名な清水寺だね。どうしてわざわざ？もしかして舞台だからということかな。そういうことだ。未来のスターが舞台と名のつく場所に行かずしてどうする。実に司くんらしい発想だね。そうだろう、そうだろう。しかし、いつもとは違うメンバーでの旅行に、司くんと見る百鬼夜行パレード、今度の修学旅行は思っていたより楽しくなりそうだね。
清水寺のコースを選んだ人はこの教室に集まればいいんだよね、愛理ちゃん。ええ、確かそのはずよ。うちの学校、クラスとか班に縛られないで好きなコースを選べるのがいいわよね。そうだね。日程が仕事と被らなかったのもラッキーだったし、今回は思いっきり楽しんで。あら？あ、日の森さん、桃井さん、お二人も清水寺周辺コースを選んだの？そうなの。朝比奈さんも同じだなんて嬉しいわ。朝比奈さんは一人？お友達は別のコースなの？うん、みんな工芸体験コースを選んでて、でも定員オーバーになったから私が抜けることにしたんだ。清水寺は世界遺産だから一度見ておきたかったし。あら、そうだったのね。そうだわ。それなら私たちと一緒に回らないね、愛理ちゃん。そうね、朝比奈さんさえ良ければどうかしら。じゃあ、お邪魔させてもらおうかな。よかった。愛理ちゃんや朝比奈さんと一緒に旅行ができるなんてとっても楽しみだわ。みんなで素敵な修学旅行にしましょうね。新幹線で2時間半、ようやく着いたね。いや、少し想像していてね、この金閣寺をステージにしたらとても映えるだろうなと。もしここが地上最後の楽園という設定だった場合、ラストシーンではきっと金閣寺は爆発してしまうんだろうね。おや、君もそう思うかい？ほほう、それはなかなか気が合うね。そうだね、金閣寺を題材とした小説などもあるけれど、それとは全く違ったアプローチになるだろうね。僕ならば、あの衣装を生かした SF をやってみたいな。金色の楽園の象徴、そこに旅人がやってくる。うん、なかなか悪くないね。すまない、考え事に没頭してしまったね。好きなあまり周りが見えなくなってしまうのが困りどころだけれどね。え？後で試してみるのも面白いかもね。
そうだね。おかげで受験を気にせず、賞に集中できるからよかったよ。ま、事実だからね。これが枯山水の石庭か。実際に見るとより美しいね。石を島に見立て、白砂に線を描くことで水の流れを表現する。昔も今も人はこうして身近な場所に、ここにはない世界を描いていたのだね。確かにこれでは世界が丸ごと吹き飛んでしまいそうだね。ふう、なかなかいい岩風呂だったね。ああ、それならこれを使うといいよ。そう、ハンディファンだよ。でもこれはただ風が出てくるだけじゃないんだ。このスイッチを押すと、昔ショーで雪を降らすために装置を作ったんだけど、いじっていたら小型軽量化がうまくいってね。予想気温も高かったし、ちょうどいいと思って持ってきたんだ。それはトランプかい？なるほど、トランプで罰ゲーム付きね。楽しそうでいいじゃないか。ああ、勝負と行こうじゃないか。はい、エースのペア、上がりだよ。さて、どうかな。おや、誰か来たみたいだね。ルイ、いるか。おやおや、司くんかい。ちょっとばかり視察に来たんだが。よし、おとなしくやっているようだな。どういうことだい？実はさっき風呂に行っていたんだが、その帰りに先生に呼び止められてな。そこで、相方は怪しいことしてないだろうなと言われたのだ。日頃の行いのせいで疑われるのは実に嘆かわしいが、念のため見に来たというわけだ。だが妙な企みもせず、トランプで遊んでいるようだし問題はないと見たぞ。では俺はこれで。トランプか、なかなか楽しそうだな。何をやっていたんだ？おお、それなら俺も得意だぞ。ここは一つ大富豪天馬司を見せてやるか。僕は構わないよ。5回やって大貧民になった数が一番多い人が
罰ゲームになるけど大丈夫かい？はぁはぁ、俺は未来のスターになる男、最下位になどなるわけがなかろう。うん、今僕は未来を予知できた気がするよ。それでは勝負。あー、どうしてまた大貧民に。悔しいが、男に二言はない。行ってくる。司くん、僕も同行しようか。ん、なぜだ。二人で行ったら余計に目立って見つかってしまうぞ。いや、司くんの面白勇姿を見届けたくてね。お前、絶対に楽しんでいるだろう。妙な期待を寄せるな。というかルイもついてこようとするんじゃない。笑いながら追いかけてくるな。まだ眠いね。昨日見つかって正座させられたせいで足も痛いな。まったく、とんだ思い出ができてしまった。だがま、気持ちを切り替えて楽しんでいくぞ。何せ今日は2日目、自由行動の日だ。今日はまず清水寺に行って、それから百鬼夜行パレードを見るんだよね。その通りだ。そしてパレードまでの時間は土産を探す時間とする。了解だよ。あ、そういえば司くん、三宅くんたちがパレードが始まる頃に合流したいと言っていたんだけれど、いいかな。さっき司くんと行く話をしたら面白そうだと言っていてね。おお、もちろんだ。こういったものは大勢で見るとさらに楽しいからな。しかし、昨夜のトランプでも会話が弾んでいたようだし。うん、いい友人ができたようだな、ルイ。そうだね。クラスメートとあんなに盛り上がったのは本当に久しぶりだよ。お、清水寺行きのバスが来たようだ。行くぞ、ルイ。あ、客席はなくていいんだよ。ここはご本尊に芸能を奉納するための舞台だからね。ご本尊？仏様、悟りを開いたすごく偉い人の像さ。ほら、あちらに向かってやるんだ。像にショーを見せるなんて、なんだか面白いね。そうだな。それにこちらも見ろ。京都の街が一望できるぞ。本当だ。ルイ君、修学旅行中なのにミクたちのお願いを聞いてくれてありがとう。構わないさ。カイトさんも見たいところがあったらいつでも言ってほしいな。ありがとう、助かるよ。でも僕たちはこの辺りで帰るよ。
人が多い場所だと、僕たちが見つからないように気を使わせてしまうからね。そうだね。僕たちもルイ君と司君に思いっきり楽しんでほしいし。うん。あ、でも帰ったらお話いっぱい聞かせてほしいな。だねだね。二人ともいっぱい楽しんで、いっぱい素敵な思い出作ってね。あ、ありがとう。それじゃあまた世界で。少しだけれど、ミク君たちにも京都を見せることができてよかったね。そうだな。帰ったら土産話と一緒に名物のムツハシも持っていこうではないか。そうだね。見て、愛梨ちゃん、朝比奈さん、とっても大きいわ。ん？今、どこかで聞いたことのある声がしたような。ほんと、綺麗だね。本堂の作りもしっかりしてるし、さすが世界遺産だな。眺めもすっごく素敵ね。って、また動画撮ってるの？ええ、後でみのりちゃんたちにも旅行の様子を伝えたいし。あら？急に画面が真っ暗に。どうしたのかしら？もしかして朝から撮ってたの全部動画だったんじゃ。え、ダメだったかしら。ダメに決まってるでしょ。そんなのバッテリーがすぐ尽きるっての。モバイルバッテリーがあればよかったんだけど、朝クラスの子に貸しちゃって。桃井さん持ってる？私も置いてきちゃったのよね。配信撮るわけでもないしって思って。どうしましょう。みのりちゃん楽しみにしてるって言ってくれたのに。しょうがないわね。そしたら動画は私がちょこちょこ撮っておいてあげる。本当？ありがとう、愛梨ちゃん。それじゃあ私はみのりちゃんたちにお土産話ができるようにこの辺りをよく見て覚えておかなくちゃ。あら？おや？あなたたちは。マスクをしているから人違いかと思ったが、やはり雫か。それに桃や愛梨も。と、渋フェスとそれから正月にもあった。朝比奈さんだよ、司君。皆さん、どうしてここに？私たちは修学旅行で来たんです。もしかして。上城さんたちも？な、宮城も同じ日に修学旅行だったのか。すごい偶然ね。まさかこんなところで司くんたちに会うなんて思わなかったわ。司くん、二人とも名前で呼び合うなんて仲がいいんだね。ええ、妹同士が仲良しで。どうだったんだ。それにしてもこれは不思議な縁だね。皆さんはこの後どこに行かれるんですか？私たちの選んだコースは午後から自由行動だから、3人で芸能神社に行こうと思ってるの。芸能神社ですか？ええ、芸事全般、芸能の神様を祀ってる神社なのよ。ほら、私と雫はアイドルをやってるでしょ。それで朝比奈さんも誘ったら一緒に来てくれることになったの。芸能の神様、それはいいな。司くんたちはこの後どこに行くの？俺たちはお土産を買いつつ散策をした後、夕方頃に百鬼夜行パレードという妖怪の仮装パレードを見に行く予定だ。妖怪の、なんだか面白そうですね。本当ね。京都らしい催しだし、
私も行ってみたいわ。夕方はお土産を買えるように少し時間に余裕を持ってるから行けるかもしれないわね。うん？雫たちは今から芸能神社に行き、俺たちは夕方から百鬼夜行パレードに行く。ならば今から一緒に回ることができるのではないか。え？それは皆さんと観光するということかい？ああ、ここで会ったのも何かの縁。もしよければ同行させてもらえないだろうか。もちろん難しい場合は断ってもらって構わないぞ。それは大丈夫だけど、天馬くんたちはこの後お土産屋さんを見るんじゃないの？その点は大丈夫だ。清水寺を見るのにもう少し時間がかかると思っていたから、思ったより時間がある。土産は道中で買えば問題ない。なるほど、確かにそれならいけそうね。ああ、百鬼夜行パレードから僕の友達も合流することになるんですが、それは問題ないでしょうか？ええ、私は大丈夫です。今日は私たちも修学旅行に来た一学生に過ぎないしね。気にせず行きましょう。楽しい一日になりそうだね。よし、ならば決まりだな。しずく、朝日奈さん、桃井愛理、よろしく頼む。ええ。で、なんで私だけフルネームなのよ。わ、実はその咲がよくハッピーエブリデイだと言っていたので、一度名前をハッピーエブリデイと覚えてしまった。なんとか名前を覚え直そうとしていたら、桃井愛理と呼ぶ癖がついていたのだ。気分を害するようなら変えようと思うが。そうなの？まあそういうことなら別にいいけど。そうか、助かるぞ桃井愛理。もうちょっと小声で、一応アイドルなんだから。はっ、確かにそうだな。なんか天馬くんと話してるとバラエティ番組に出てる気分になるわね。では改めて今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。富城さん、今日は一日楽しみましょうね。よし、それじゃあ芸能神社にレッツゴーよ。おお。って思ったけど、その前にちょっといいかしら。どうしたの、桃井さん。確か神社に向かう途中に大きめな通りがあって、そこのお店でお土産買ったりお茶したりできそうなのよね。だから神社に行く前にその通りのお店を見ていかない？二人もお土産買うって言ってたし。ええ、もちろん構いませんよ。よかった、それじゃあまずはお土産屋さんのある通りに行きましょう。おお。見た感じ、通りの手前にお土産屋さんがあって、奥にお茶屋さんがあるみたいだね。お、どうやら茶屋のあるエリアには最近できた人気和菓子屋があるようだな。あそこに書いてあるぞ。和菓子？それは絶対行きたいわね。しずく、後で買いに。すごいわ、この飴宝石みたい。うむ、これは舞台の小道具として使えそうだな。指輪の宝石部分にすれば王が発狂とともに指輪を食らうなんて演出もいいね。まったく。
試食してもいいんですか？それじゃあ、お一ついただきます。あ、ちょっと勝手に移動しないの？あんたスマホの充電切れてるんだから。おや、あれは織物の専門店じゃないか。いつか衣装に使ってみたいと思っていたんだよね。おい、お前も勝手にどこか行くんじゃない！賑やかな日になりそうだな。それじゃあ、普段お世話になってる人たちにお土産を買っていかないとね。王道は六橋だけど、やっぱりちょっとひねりたいわよね。これなんてどうかしら。グレープフルーツ組風生ムツハシよ。グレープフルーツ組風生ムツハシ、なんていうか不思議な組み合わせだね。お土産屋の競争の中で生まれた悲しきモンスターって感じね。けれどちょうどいいかもしれないね。 M 君は変わっているお菓子が好きだし、ネネはグレープフルーツが好きだから。いや、さすがにチャレンジしすぎだろう。エナにはこの油取り紙がいいかな。朝比奈さんはそれにするの？じゃあ私はこっちのパフにしようかしら。同じ2年生だし、エナちゃんにもばったり会えたらよかったんだけど。さすがに難しいでしょうね。定時制は前日制とは違うタイミングで行くみたいだし。ま、その分いいお土産買ってってあげましょう。ないな。天馬さんは何を探してるんですか？なあ、ゴールデン京都人形ですね。ゴールデン京…何ですって？おそらく金色の京都人形のことかと。いや、そういうことじゃなくて、ないでしょそんなもの。やはりそうか。検索してもないしな。サキへのお土産にしようと思ったのだが。あら、サキちゃんへのお土産なの？それならこのカラフルなコンペイトーはどうかしら。お星様みたいじゃない？おお、確かに見た目も可愛らしいし、とてもいいな。よかったわ。そうだ、しーちゃんにも買っていこうかしら。コンペイトーを食べてるしーちゃんたちとっても可愛いでしょうね。そうだな、なんとも平和な光景だ。まあ、サキちゃんに真っ当なお土産が送られそうでよかったわ。うん、土産はこんなところだろうな。あ、和菓子屋さんが見えてきましたね。あそこで休憩しましょうか。そうね。和菓子楽しみね。ってなに？それは大事件なのでは？大事件？ああ、なにせしずくはとっても素敵ですね。あ、あんなところに。ありがとうございます。でも、こんなに素敵なもの、きっと高いですよね。あ、これならお小遣いで買えそうだわ。そうしたら、いただいてもいいですか？しずくん、もうスマホも使えないんだから、迷子になったら大変なのよ。
迷子。ああ、雫は少々道に迷いやすくてな。ごめんなさい、ちょっと素敵なものがあったから。素敵なもの？ええ、これよ。これはとても素敵な羽織ですね。真っ白な生地に雪の刺繍、とても丁寧に作られているな。私もこの雪の刺繍が気に入ったんです。綺麗は綺麗だけど、これどこで使うつもりなの？普段着にするのは難しそうだから、パジャマの上着にしようと思っているの。こんな素敵なのをパジャマ用の上着にするつもりなの？ダメかしら。ダメじゃないけど、まあ、あんたらしいかもね。みんな合流できたことだし、和菓子屋さん行きましょっか。そうだな、休憩が終わったら芸能神社へ向かうとしよう。よし、到着だ。無事に着けてよかったな。それじゃ、みんなでお参りをしようか。オッケー、それじゃ、行くわよ。俺は世界一のスターになる。ちょ、そんな大声でお参りすることある？びっくりした。ああ、いつものことだから気にしていなかったけれど、普通お参りの時のお願いはこんな大声で言わないものだね。そうか、声を出した方が神様にも伝わるのではないか。まあ、気合は伝わってくるからいいけど。どうしたの、ひなまりさん。ごめんなさい、司くんは昔から変わらないなと思ったら、つい。そういえば、ひなまりさんはいつ頃から司くんと知り合いなんですか？確かにちゃんと聞いてなかったわね。結構前から仲いいみたいだけど。私と司くんは小学生の頃からの付き合いなのよ。っていうことは、二人は幼なじみなの？幼なじみというほどよく遊んでいたわけではないが、まあ近いものなのかもしれないな。そうね、司くんと知り合ったのは小学校2年生の時なの。司くんと私は1年生の頃から同じ小学校に通っていて、でもクラスが違ったからほとんど話したことはなかったの。だけどしーちゃんが小学校に上がった時、しーちゃんがさきちゃん、司くんの妹さんと仲良くなって、お互いの家に遊びに行くことが増えてね。それでしーちゃんがさきちゃんの家に忘れ物をしたりすると、さきちゃんの代わりに司くんが持ってきてくれて、それをきっかけに少しずつ話をするようになったの。なるほど、しほちゃんとさきちゃんがきっかけで仲良くなったのね。兄弟がいるとそういう関係もできるんだね。しずくとは6年生までクラスは違ったから、一緒に遊びに行ったりといったことはなかったが、それからは先づてに話を聞くこともあって、今もこうして良好な関係を続けているぞ。司くんは本当に妹思いだね。いつもサキちゃんのことをよく考えてて、でも司
司くんは咲ちゃん思いなだけじゃないのよ。昔からとっても面白くて明るくて、それにとっても友達思いだったの。司くん、4年生の時のこと覚えてるかしら。4年生の時、むむむ、何かあっただろうか。ほら、私が友達と公園で遊んでいた時、鬼ごっこで遊ぶかかくれんぼで遊ぶかで喧嘩になってしまって。ああ、あれか。しずくちゃんは私たちと鬼ごっこしたいよね、僕たちとかくれんぼしたいよねと言われて困っていた時だな。その時よ。小さい頃ってそういうことよくあるよね。それでその後どうなったの？たまたま通りがかった司くんが声をかけてくれてね。おい、どうして喧嘩してるんだ。何？鬼ごっこをするかかくれんぼをするかで喧嘩になった。よし、そういう時はショーだ。騙されたと思ってやってみるといい。タイトルはズバリって言って、鬼ごっこの国とかくれんぼの国っていうショーを始めたの。鬼ごっこの国と一体どんなショーなの？いつも喧嘩をしている鬼ごっこの国とかくれんぼの国がやってきた旅人によって仲直りすることができるという話だな。なんだか面白そうな内容ですね。まあ最初は、ショーってなんだ、鬼ごっこでもかくれんぼでもないぞと全員にブーイングされてしまったが、俺が始めたらみんな乗ってきてくれてな。最終的にはショーの中で鬼ごっこもかくれんぼもどっちも楽しむことができたのだ。その後司くん、しずくもしずくの友達も仲直りできてよかったなって言ってくれて、その時思ったの。司くんは本当に友達思いの人なのねって。はっはっは、それほどでもないぞ。それに明るくて勇気もあって機転も聞いて。うむうむ、忍耐強くてどんなことにもまっすぐで、逆上がりができなくても居残りして練習するくらい努力家で。そこまで手放しで褒められるとさすがに照れるな。おやおや、司くんも褒められて照れることがあるんだね。お前、人を何だと思っているんだ。しかし友達思いか、それは本当にそうだね。だがよかったな、ルイ。この修学旅行で友人らと存分に仲を深めるといい。いい友人ができたようだな、ルイ。僕にクラスの友達ができたって司くんに何かいいことがあるというわけでもないのに。いや、その考え方から違うのかもしれないな。司くんにとっては友達の幸福は自分の幸福なんだろうね。おっと、そうこうしていたら百鬼夜行パレードの時間が近づいてきたな。そろそろ移動するとするか。そうね。ああ、三宅くんたちにもそろそろ向かうと伝えておくよ。しずく、はぐれないように気をつけなさいよ。アイリちゃんの後ろにくっついていくわね。上白さんたちはお友達と合流するんでしたよね。大丈夫そうですか？はい、大丈夫だと思います。連絡によればこの辺りに。ああ、みんな
無事に合流できてよかった。ああ、日の森さんたちは司くんの知り合いでね。道中ばったり会ったから一緒に百鬼夜行パレードを見ようという話になったのだ。皆さんが司くんたちのお友達ですか？はじめまして、日の森しずくです。今日はよろしくお願いします。ん？何がだ？よし、挨拶も済んだところで行列がよく見える場所に移動するか。ああ、それじゃあみんな行こうか。それにしても本当にすごい人ですね。この時期の名物イベントだからか、僕たちのような観光客もたくさん集まっているようですね。このチラシによると、まず一般の人が参加できる行列が来て、その後プロの造形師も参加してる本格的な行列が来るみたい。レンタル衣装もあるから飛び入りの参加もできるのね。何？そうなのか？でもさっき入り口の方にレンタル衣装の貸し出しは終了しましたって書いてあったから、参加は難しいかもしれませんね。なんとサイトを見た時に気づいていれば。そうだね、全員で参加することもできただろうに。君と上城さんが参加したらすごく楽しい行列になったでしょうね。そう言われると参加できないのがますます悔しくなってしまうね。まあ出れないならば仕方ない、今日は観客として堪能するとしよう。しかしこうも人が多いと落ち着いて見れないな。もう少し人が少ない場所へ移動するか。わかったわ、じゃああっちの方に行きましょう。みんなはぐれないように気をつけようね。それじゃあ私たちも。荷物がおばあさんに。大丈夫ですか？いえ、大したことはしていませんから。しかし、ここは人が多くて危ないな。どこか人通りの少ないところに。スマホが落ちて。まずい、ひびが入ってしまった。けれど今は、それよりおばあさんを。上城さん、大丈夫ですか？日の森さん。おばあさん、もしどこかに行かれるんでしたら、人が多いですし、大通りの方まで送りましょうか？そうですか。それなら安心ですね。人混みで歩きづらくなっていますので、お気をつけて。おばあさんが大丈夫そうでよかったわ。そうですね、では僕たちも。あれ、愛梨ちゃんたちは。まさかはぐれてしまったのか。
すぐ連絡を。ダメだ。さっき落としたせいでタッチパネルが反応しなくなってしまった。どうしましょう。私のスマホももう充電がなくて。そうだわ。どこかで充電できないかしら。コンビニがあれば。そうですね。司君たちを探しながらコンビニを探しましょう。もしかしたらどこかで司君の大声が聞こえるかもしれませんしね。しずく、どこだ？聞こえたら返事して。人も多いし、音楽も鳴ってるから声がかき消されちゃうみたいだね。この俺のでっかいデシベルをもってしても届かないとは。雫はスマホの充電が切れてるから仕方ないとしても、神代君に連絡がつかないのはどういうことなのかしら。わからん。何かに巻き込まれてないといいが。二人とも大丈夫かな。この音、もしかしてパレードが始まるんじゃ。まずいわね。始まったらもっと人が増えてますます見つからなくなるわ。何としても見つけ出すぞ。二人の安否が心配なのはもちろんのことだが、せっかくの修学旅行だ。最後にみんなでパレードを見て過ごしたいではないか。というわけで、もう一度ルイたちを探すぞ。アイリちゃん、朝日奈さん、司くん、アイリちゃん。大丈夫ですか？すみません。ちょっと喉が。少し休みましょう。喉は大事にしないと。でもパレードが始まってから人もどんどん増えていますね。このまま合流できなかったらどうしましょう。でもパレードが終わったら人もいなくなって探しやすくなるかしら。パレードが終わったら、確かにそうかもしれないけれど。高校での修学旅行は人生でもう二度とないイベント、いわば一回きりの公演だ。もう少しだけ頑張ってみませんか。え？修学旅行は一回きりの公演のようなものですから、できれば僕は今日のメンバーでフィナーレまで迎えたいと思うんです。そうですね、神代さんの言う通りだわ。私もみんなと一緒に素敵な思い出を作りたいです。それにきっと愛梨ちゃんたちもまだ諦めないで探してくれていますよね。はい、きっと。それじゃあ私たちも頑張りましょう。そうですね。しかしただ声を上げるだけではどうしてもこの喧騒にかき消されてしまう。何かいい方法があれば、司君たちが気づいてくれるような方法が。
妖怪の仮装。目立つ。そうか。日の森さん、一つ協力してもらってもいいですか？え？そっちはどうだ？やっぱり見当たらないわ。パレードも半分終わったみたいだし、このままじゃ。いや、まだだ。まだ終わっていない。最後まで諦めずに。雪？雪を降らせるって一体どういう。あ、晴れて、しずく？よし、それじゃあ行くよ、日の森さん。ええ、神代さんに言われた通り、右手を上に上げて。今だ、情報に最大出力。よし、みんなどうか気づいてくれ。はあ、さすがは俺たちの演出家、やってくれるではないか。それに雫もね、雪女っぽい冷たい表情も雰囲気出てるし、やるじゃない。これなら誰だって見つけられちゃうね。ルイ、しずく、俺たちはここだぞ。神代さん、司くんたちがあそこに。ええ、僕にも今見えました。パレードのゴールで待ってるわ。うん。いや、素晴らしいアイディアだったぞ、ルイ。まさか、あんな方法で見つけてもらおうとするなんてね。うん、考えもしなかったな。お客さんたちもみんな注目してたよ。お褒めに預かり光栄だよ。しかし、みんな注目していたとなると、厄介なことになりそうね。何？今ならこの人混みに紛れてしまえばわからんだろう。お、ちょうどいいタイミングだな。それでは全員で百鬼夜行パレードを見に行こうではないか。あれはもう仮想のレベルではないな。本物の妖怪のようだ。生ハゲをモチーフにしているのかな。とてもリアルだね。あの六六尾の仮想、一体どうなっているのかしら。本当に首が伸びてるみたい。作り物の頭がリアルすぎるわね。高げたを履いて歩いてる人もいる。
いバランス感覚だな。私綺麗。いや、すまないね。お、見ろルイ、フィナーレの妖怪みこしが来たぞ。まるでクライマックスシーンだな。迫り来る妖怪たち、退治するわ。高校生にして天才妖怪退治や天魔司。それはなかなか面白い設定だね。今日の都を舞台にした上長八子のアクションが見られそうだ。だろう。もうあの黒い天狗は敵のボスにふさわしくないか。いや、しかし敵と見せかけて実は味方というのも。本当に良かったな。みんなと一緒にこのイベントを見ることができて、修学旅行でもなければこんなメンバーで何かを見ることもないだろうしね。だから今はこの一回きりのショーを楽しもう。さて、それじゃあここでお別れですね。いろんなことがあったけれど、それも含めてとても素敵な一日になったわ。みんな、今日は本当にありがとう。そうだな。今日という日はきっと俺たちの心のアルバムに刻まれるだろう。アルバム？そうね。それじゃ、また。皆さん、最後に集合写真を撮りませんか？集合写真？ああ、この思い出を残しておくのもいいんじゃないかと思ってね。そうね、私も賛成です。あ、でも私のスマホは電源が。じゃあ、私ので撮りましょう。スタッフの人に声かけてくるわ。ルイ、どういう風の吹き回しだ。いつもはこういったことはしないだろう。うん、そうなんだけれどね、たまにはこういうのもいいんじゃないかと思ったんだよ。ああ、そうだな。みんな並んで並んで、写真撮るわよ。では、行くぞ、ルイ。ふふふ、望むところさ、司くん。でーい！開幕早々の三連投とは恐れ入るね。だけど対三宅くんとの試合を見たからね、その技はもう対策済みさ。今度はこちらの番だよ。枕の絨毯爆撃を味わってもらおう。
意表をつかれたが、ギリギリ当たってはいないぞ。おやおや、なかなかしぶといね。おや、これは個人戦だろ。1対3はさすがに不公平ではないかな。仕方ない、三宅君、君だけが頼りだよ。人数的に不利でも挑む、その心意気はよし。正々堂々やり合おうではないか。多勢でかかってきて正々堂々とは恐れ入る。しかしこちらも負ける気はないよ。叩きのめされる覚悟はできているかい。それはこちらのセリフだ。行くぞお、ま、俺としたことが、学級委員として、そして何より未来のスターとして人々の規範となるべきだというのに、2日連続で怒られるほどはしゃいでしまったとは。不覚。確かに少々やりすぎてしまったね。でもなんだか新鮮だったよ。新鮮？ああ、今の枕投げもそうだったけれど。みんなでいろんな場所に行ったり。トラブルを乗り越えてパレードを見たり。それがとても新鮮で、ショーの準備をしている時のようにワクワクして、今日、僕はみんなと過ごすことが本当に楽しいと思ったんだ。ルイ、これもみんな司くんのおかげだろうね。俺の？うん、実は今日の帰り道、三宅くんに言われたんだ。そうかい。そう思ってもらえたのは喜ばしいね。彼はそれもあって僕に話しかけない方がいいと思っていたらしいんだけれど、司くんと一緒にいるようになってからよく笑うようになったらしくてね。それで三宅くんも少しずつ僕と話してみたいと思うようになったみたいなんだ。なんと、そういった経緯があったのか。ああ、実際僕は随分変わったと思うよ。最後に集合写真を撮りませんか？集合写真？ああ、この思い出を残しておくのもいいんじゃないかと思ってね。あれだって司くんの言う通り、普段の僕ならしないことだからね。ああ言ったのはきっと、あの時間をかけがえのないものだと思えたからなんだろうな。僕はずっと周りの人たちとはちゃんと分かり合えないと思っていたけれど、みんなと一緒にワンダーステージでショーをやるようになって、考え方や気持ちがどんどん変わっていって、今はショーを通さずとも誰かと分かり合えて、そしてその人たちと笑い合いたいと、
そう思えるようになった。だから、司くん、僕が変わるきっかけをくれて、ありがとう。そうか。そういうことならまずは、どういたしましてと返しておこう。だが、それは俺のおかげだけではないだろう。え？考えてもみろ。俺がどれだけお前にきっかけを与えたとしても、お前自身が変わることを拒んでいたら、状況は変わらなかったはずだろう。お前は、輪の一員になることを楽しもうとした。そして、その結果、お前は楽しいと思えた。だから、俺がどうこうじゃなく、お前自身の選択があって、今があるのだと思っているぞ。確かにそれは、そうかもしれないね。それともう一つ、お前に言わねばならんことがある。なんだい？その、もうすべてが終わったような口ぶりはなんだ？まだ修学旅行は終わっていないんだぞ。解散になるその瞬間まで、全力で楽しもうではないか。ああ、そうだね。そうと決まれば、明日の行動をもう一度見直したいね。早朝に起きて、鴨川まで散歩するのはどうだい？もちろん、先生たちには許可を取ってね。おお、それはいいな。川べりで朝日を見る、青春の一幕を感じるぞ。さっきが喜びそうなシチュエーションだ。そうだ、それなら川で水切りをするのはどうだ？水切り？ああ、確か川に石を投げて石を跳ねさせる遊びだよね。なんだ、やったことはないのか？いいか、このように投げるのだ。とっなんだか妙なフォームだね。妙ではない。こうスーッと投げると石がちょんちょんちょーんと。ああ、なぜ先生が。ああ、いやそれはルイと話していたら筆が止まってしまって。何？ルイ、お前いつの間に抜け駆けを。司くんに話しかけた頃にはもう終わっていたよ。この裏切り者。あ、はい。司くんには悪いけれど、これもまた僕にとっては楽しい思い出になってしまいそうだな。本当に司くんは僕にたくさんの笑顔をくれる。そうしてその笑顔が新しい友人や新しい関係を作ってくれるんだね。さて次はどんな出会いが待っているんだろう。